皆さんどうもこんにちは。いつもご覧いただき誠にありがとうございます。論文解説チャンネルの竹海でございます。今回は、絶対に今すぐやめるべき脳を破壊する悪習慣と題しまして、もしね、今やっている人は絶対にやめてほしい脳にとって非常に悪い悪習慣を解説していきたいと思います。それでは早速、本日のお品書きは次の通りです。一言で、 絶対に今すぐやめるべき脳を破壊する悪習慣について2限で収入を簡単に増やす方法について3限で研究者からのアドバイスを紹介していきたいと思いますそれでは早速1元の絶対に今すぐやめるべき脳を破壊する悪習慣から解説をスタートしていきましょうかさてまず最初に結論を申し上げておきましょうか 今回の新しい研究によって判明した、絶対に今すぐやめるべき脳を破壊する悪習慣とは、ズバリ睡眠不足でございます。いやいやと、睡眠不足は体に悪いなってすでに知っているよと思われる人もいるかもしれませんが、今回の研究によって、より明確に睡眠不足が私たちの脳に悪影響を及ぼすということが分かったんです。 実はこれまでずっとね、睡眠不足というのは高血圧、肥満、 糖尿病と関連がありさらには認知症との関連が長い間疑われてきたんです認知症は脳の病気や障害など様々な原因によって認知機能が低下しちゃって日常生活全般に支障が出てくる状態のことを言います。年を取るほど私たちは認知症になりやすくなります。厚生労働省の調査によると日本における65歳以上の認知症の人の数は2020年現在で約600万人と推計 され2025年には約700万人ずばり高齢者の5人に1人が認知症になると予測されており 高齢社会の日本では認知症に向けた取り組みが今後ますます重要になってくることは明らかでございますまたねこれを聞いていやいや俺はまだ若いからそんなの関係ないよと思った方もいるかもしれませんねしかしですよ若くても脳血管障害やアルツハイマー型認知症のために認知症を発症することがあるんです65歳未満で発症した認知症を若年性認知症と言ったりします We'll be right <laughs> back. この若年性認知症者数は3.57万人と推計されておりますそしてね当たり前なんですが65歳以上になるとある日突然認知症を発症するわけではなくて若いうちにしてきた不節生などの悪習慣が積み重なって年を取った時に認知症が発症するわけでございますですから若い人も今のうちから将来認知症を発症しないために自分の脳を将来守るために何 3歳になってもボケないために今のうちから悪習慣を取り除いておくということが極めて重要になってくるんです将来悪い花を咲かせてしまう悪い目を今のうちに積んでおくということがめちゃめちゃ重要になってくるんですそして今のうちに積んでおくべき若い目というのがズバリ睡眠不足でございます大規模な新しい研究は中年期の睡眠時間が6時間未満の人は知発性認知症を発症するリスクが 高いと結論付けております今回の研究によって睡眠不足と認知症の関連性がより明確に示されたんです。ではここで少しだけね研究の内容を具体的に紹介しておきましょうか。 この研究はヨーロッパで行われたもので被験者が50歳の時から英国の8000人近くの人々を25年間も追跡しました彼らは50代と60代でずっと6時間以下の睡眠時間だった人は7時間睡眠だった人に比べて歳をとってから認知症を発症する可能性が約30%も高いということを発見したんですねいやいやこれは非常に恐ろしいことであります自分は 今6時間以下しか眠っていないいなよという方はこの研究をきっかけとしてぜひもう少し眠ってほしいと思うんです確かにね睡眠時間を削れば目先の時間は増えるでしょうしかし結局睡眠時間を削っちゃうと様々な病気のリスクが上がったり後になって認知症を発症したりするリスクが高まってしまうんですからトータルで見るとですよ人生で健康的に過ごせる時間は減ってしまうでしょう 研究者は次のようにコメントしておりますよ。人々がよく眠れるようにすることを意識することは本当に重要であると。睡眠は些細なことではありません。そして睡眠はあなたが後回しにすべきものではありません。睡眠はあなたが犠牲にするべきものではあってはなりません。とコメントしておりますよ。 ぜひこの言葉を少し重く受け止めてこれから睡眠時間を増やしていこうではありませんかそれでは一言の内容をまとめておきたいと思いますポイント1脳が破壊される今すぐやめるべき悪習慣とはズバリ睡眠不足である大規模な新しい研究は中年期の睡眠時間が6時間未満の人は後の人生で認知症を発症するリスクが高いと結論付けましたポイント2 50代と60代でずっと6時間以下の睡眠時間だった人は7時間睡眠だった人に比べて歳をとってから認知症を発症する可能性が約30%も高かった。それでは次2元で収入を簡単に増やす方法について解説していきたいと思います。さて1元ではね、睡眠不足が認知症になる確率を上げちゃうよと、だからしっかり寝ようねということを申し上げてきました。2元では収入をね、 簡単に増やす方法を解説していやいや、お前睡眠の話をさっきまでしていたのに、なんでいきなり収入の話をし始めたんだよと思われる人いるかもしれませんね。それはね、実は収入を簡単に増やす方法は、睡眠時間を伸ばすことだからでございます。もっとちゃんと眠れば、私たちの収入は簡単に上がるんです。 睡眠こそ最強の解決策であるという本の著者マシュー・ウォーカー氏はこの本で面白い調査を紹介しています全米の労働者と賃金を調べてみるとなんと平均して睡眠時間が多いほど収入も多くなるということが分かったんですよ彼らはね同じタイムゾーンにある軍区の中で同じような教育レベルで賃金が同程度の仕事をしている人を比較しましたそして収入に 影響を与える他の条件例えば居住地の平均収入住宅価格生活コストなどを調整した後でも1時間多く眠る人はやはり収入が多くなっておりましたその多さとはだいたい4%から5%の違いでしたいやーこれはね非常に面白いですよね様々な収入に与える条件を調整することで可能な限り睡眠と収入の関係だけを炙り出して調べたところ 1>, 1時間多く眠る人は4%かから5%収入が高かったんですねいやいや1時間多くも眠っているのにたった4%から5%しか変わらないのかよと思われた方はいるかもしれませんがこれはね結構大きな数字なんですなぜならばアメリカの昇級の平均は大体2.6%だからでございます大抵の人は昇級しようとめちゃめちゃ頑張って働いて ているわけですよねその結果が2.6%なんですしかし今回の調査によると頑張るんじゃなくて1時間多く眠るだけで4%から5%収入が上がるんですつまり1時間多く寝るだけで 頑張ってて働いいいたととと比べて約2倍も昇給でできるということでございますまあね、このように睡眠時間を増やせば収入が上がるよなんていきなり言われるとびっくりしてしまうかもしれませんが、これはよく考えればそんなに驚くべきことではないでしょう。なぜなら、 睡眠不足がもたらすデメリットがめちゃくちゃ大きいからでございます。ほんの少しでも睡眠が足りなくなると真っ先に影響を受けるのは私たちの集中力でございます。世界的に著名な神経科学者かつ睡眠のエキスパートであるマシュー・ウォーカー氏は6時間以下の睡眠で本来のパフォーマンスを発揮できる人はゼロに等しいと言います。そして恐ろしいことは睡眠不足の時は私たちは自分が睡眠 不足ででああるとととといいいううここに気づかないということであります睡眠不足の被験者たちは自分の能力がどれぐらい低下していると思うかと尋ねられると全員が低下のレベルを過小評価していたんです数ヶ月から数年にわたって慢性的に睡眠不足の人は低下した自分の状態に慣れてしまいます反応が鈍くぼんやりしていてエネルギーが低い状態が自分の普通の状態であると勘違いしてしまうんです そのため、慢性的な睡眠不足のせいで、自分の能力が下がり、少しずつ健康が蝕まれているということに気づかないんです。この状態になってしまうと、睡眠不足と心身の不調を結びつけられる人は滅多にいないんです。平均睡眠時間に関する疫学的研究によると、数百万の人々が寝不足の状態にあり、心身ともに本来の機能を発揮できずにいるそうです。この現象は60年にもわたる様々な研究 このようにね本来の自分のパフォーマンスを発揮できない状態が普通となっちゃってそんな状態でずっと仕事をしているわけですからそりゃ給料なんてなかなか上がらないわけなんですよしかしです逆にしっかり眠ることによって本来のパフォーマンスを発揮できる人は他の人が睡眠不足のせいでパフォーマンスが下がっている状態で働いている中一人だけ高いパフォーマンスで仕事ができるわけですからそれ 俺は別にあんまり寝なくても仕事できるぜ仕事に支障なんかないぜと思っているかもしれませんがそれはあなたが気づいていないだけでありますパフォーマンスはしっかりと低下しているので注意が必要でございます そして悲しいことにね、多くの人は睡眠時間よりもお金を優先するということも分かっているんですね。最近、コーネル大学が数百人のアメリカ人の労働者を対象に、二つの選択肢のうち、どちらを選ぶかという調査を行ったんです。ぜひこれを聞いているあなたも選んでみてください。1、年収8万ドル、日本円で約800万円。そして、残業はなく、夜は8時間眠れる。 2年収14万ドル日本円で約1400万円しかし残業は当たり前で夜は6時間しか寝られないさてあなたはこのどちらを選ぶでしょうか残念ながら大多数の人が2番目を選んだそうです たくさん眠る人の方が稼げるという事実があることを考えると、これは何とも皮肉な結果でございます。長時間労働を誇りに思うような企業文化は明らかに間違っていると言えるでしょう。これまでの研究結果をどの角度から見ても、睡眠不足が成功につながらないことは明らかであると、マシュー・ウォーカー氏は言います。そして今、世界的に成功している有名企業は、睡眠をしっかりとることによって、収入が アップするというこの事実にしっかりと気づいております。例えば。 p&g やゴールドマンサックスは社員向けに無料の睡眠衛生講座を開いています。さらに、大金をかけて社内の照明を明るくし、社員の外実リズムを狂わせないような工夫もしています。また、ナイキーやグーグルのように、より自由な勤務時間を設定している企業もあります。社員は皆、自分の自然な外実リズムに合わせて勤務時間を決めることができます。しかもそれだけではなくて、職場で眠ることまで決めることができます。 許可しておりますナイキとグーグルの本社にはお昼寝のための静かな部屋が完備されています従業員はいつでもその部屋で眠ることができそしてスッキリして創造性の高まった頭で仕事に戻りますさらに社員の健康状態も向上し長期にわたる病欠が減少したそうです職場で居眠りをすれば上司に叱られるのは当たり前で下手をすると解雇されることもありますしかし グーグルやナイキのような企業はそのような文化から大きな飛躍を遂げましたナイキもグーグルもしたたかな企業でありその証拠に莫大な利益を上げています彼らがね睡眠を重視しているのは最終的にその方が儲かるからでございますですから私たちもね収入を上げたいと思うのならばしっかりと寝ることによって自分本来のパフォーマンスで仕事をしなければいけないんですねぜひねナイキや い大企業を見習いましょうそれでは2限の内容をまとめておきますがポイント1収入を簡単に増やす方法はしっかりと眠ることしっかりと眠っていた人は収入が高いということが調査によって分かっているポイント2睡眠不足の時は睡眠不足に気づくことができない数ヶ月から数年にわたって慢性的に睡眠不足の人はパフォーマンスが低下した自分の状態に慣れてしまいそれが自分の普通だと 思ってしまうそのため慢性的な睡眠不足のせいで自分の能力が下がり少しずつ健康が蝕まれていることに気づけない。ポイント3 ゴールドマンサックスナイキグーグルといった有名企業はより儲けるために社員の睡眠を徹底的に大切にしているそれではラスト3言で研究者からのアドバイスを紹介して終わりにしたいと思いますさてこれまで睡眠の重要性について散々語らせてもらいましたとは言ってもなかなか睡眠不足を確保するのが難しいよ仕事忙しいよそして良質な睡眠をとることが難しいよという方もいらっしゃるかと思います 思うんですですので3件では良い睡眠をとるための研究者のアドバイスを紹介していきたいと思うんです。まず紹介したいアドバイスは睡眠に関して 一貫性を保つとといいうことでございますもっと具体的に言うと、寝る時間と起きる時間をがっつりと固定することでございます。この方法は一元で解説した論文の研究者も推奨しておりますし、マシュー・ウォーカー氏も睡眠に関して何かしらのアドバイスにあなたが従うのならば、これを一番にお勧めすると言っています。私たちはね、習慣の生き物なんです。 ですから睡眠パターンがコロコロ変わってしまうと適用するのに苦労してしまいます週末に寝だめをしても平日の睡眠不足の埋め合わせにはなりません月曜の朝に起きられなくなるだけでございますですので寝る時間と起きる時間をがっちりと固定してくださいそのためには起きる時間だけではなくて寝る時間にもアラームが鳴るように設定することが超重要でございます仕事があるから起きる時間はある程度固定る 寝る時間ががババラバラになってしまうううよとといい人が結構多いかと思うんですそれもまあ仕方がないといえば仕方がないことであり現代には誘惑するものが多すぎるんですね寝る前にネットサーフィンをしたりスマホで SNS をチェックしたりと私たちはすぐにベッドに入ることがなかなかできませんですからどんどん寝る時間が後ろにずれ込んで遅くなってしまうでも起きる時間は固定だから睡眠不足になってしまう というわけなんですですから寝る時間にもアラームを設定するということが超重要でございますアラームが鳴ったら強制的に全ての活動をやめてベッドに直行するこれを習慣化していただければ寝る時間を固定できるのではないでしょうかよし俺は11時に寝るぞと頭で思っていても絶対に忘れたり今日はまあ一家となってしまうのでアラームを鳴らすということが重要でございますしっかりとその ようなトリガーを設定しておかないとなかなか私たちはね習慣を守ることが難しいものです自分の意志力を過信してはいけませんさてでは次に紹介したいアドバイスはゆっくりとと変更することでございま,すまあこれは自分の生活を変えたり新しい習慣を身につける時全てに共通することではあるんですが一気にガラッと変えるんじゃなくて ゆっくくりととと変更を加えていいいうことがポイントでございます例えば今まで毎日4時間しか眠っていなかったという人がよしこれからは毎日7時間きっちり寝るぞといった風にいきなり大きな変更を加えることは 大変すぎて長続きしないでしょうですのでいつもより20分早く眠るといった風に小さな変更から始めてみてはいかがでしょうかさて次に紹介したいアドバイスは睡眠を優先すると決意することでございます結局ね私たちは何もかもを叶えることなんてできやしないんですよ睡眠時間を増やすと決めたのなら寝る前にスマホをいじる時間を削らなくてはいけません寝る時間と起きる時間をガッチリと 固定ししたいいいののなななららば週末の飲み会を断らなくてはいけないかもしれません何かを優先するということは何かを捨てるということでございます人生は全てトレードオフです何かが欲しいと思うなら何かを諦めるしかないんです代償を差し出すしかないんですそして今回の動画を見ることによって睡眠がめちゃめちゃ重要だなと理解してもらえたらぜひね人生で睡眠を優先していただきその他のどうでもいいことは 諦めてほしいと思うんです。 自分は人生の中で睡眠を優先するとまず決意することが重要なんですさてこの他にもね睡眠を良くするアドバイスはたくさんあります例えば寝室を暗く保つために遮光カーテンを導入しようとか朝起きたらしっかり日光を浴びようとか寝室の温度を低めに保とうとか寝る12時間前に入浴をすることによって体温を下げようとかたくさんありますまあでもこれらのことはこの動画を見てくださっているよう 健康リテラシーの高い皆さんならばすでに聞いたことがあるかと思ったのでここでは詳しく解説しませんもしこれらのことも知りたいよという人は睡眠についてもっと学びたいよという人は本ようやくチャンネルのページを訪れて睡眠と検索してもらえると睡眠に関する本を何冊か要約しておりますのでその動画を見ていただけると良いかと思います本ようやくチャンネルのページを訪れると右側の方に検索窓があり そこで「睡眠」と検索してもらえると一発で睡眠に関する動画が出てくるのでぜひやってみてください。 それでは3弦の内容をまとめておきましょうか良い睡眠をとるための研究者のアドバイスとして3つ紹介させてもらいました1つ目は一貫性を保つことすなわち起きる時間と寝る時間を固定すること2つ目はゆっくりと変更すること3つ目は睡眠を優先すると決意することでございましたそれでは本日のハイライトに参りましょうか1件で 絶対に今すぐやめるべき脳を破壊する悪習慣として睡眠不足を紹介しました2件では収入を簡単に増やす方法として睡眠をしっかりとるということを解説しました3件ではより良く眠るための研究者からのアドバイスを紹介しましたさていかがでしたでしょうか皆様本日は睡眠に関して様々なことを解説してきました今回の動画を見ることによって少しでもね今までよりももっと睡眠を大切にしています にしよううかなというね皆様のモチベーションを高めることができましたら私はとても嬉しく思います。 本日は以上になります。この動画が良かったよという人は、私のやる気アップと、さらなる動画のクオリティアップにつながりますので、高評価ボタンとチャンネル登録、ポチッとよろしくお願いいたします。また、本要約チャンネル、論文解説チャンネル、残酷すぎる世界の真実という3つのチャンネルを頑張って更新しておりますので、興味のある方は、他のチャンネルにも概要欄のリンクから訪れてみていただけるととても嬉しく思います。それではまた次の動画で、皆さんと一緒に 学習できることを楽しみにしておりますよ。勉強してどんどん賢くなって、人生を前向きに好転させていきましょう。それではまた次の動画でお会いしましょう。本日はご静聴ありがとうございました。